レッドベリー、レッドベリー、レデベリー、または、リードベリー、本名、ハディ・ウィリアム・レッドベター、1888年1月23日から1949年12月6日、は、アメリカ合衆国のフォークとブルースのミュージシャンである。澄んだ、力強い歌声、12弦ギターの技巧、そして彼の導入した豊富なフォークソングのスタンダードの、曲集で知られる。 彼は、ほとんどの場合は12弦ギターを演奏したが、ピアノ、マンドリン、ハーモニカ、バイオリン、コンサーティーナ、そしてアコーディオンも演奏することができた。録音の一部では、フォークバラッド、ジョン・ハーディの彼のバージョンの曲などで、ギターの代わりにアコーディオンを弾いた。他のレコーディングでは、ただ手を叩き足を踏み鳴らして、歌ったりもした。レッドベリーの音楽で歌われる内容は、 ゴスペルや、女性、酒、そして差別を歌ったブルースと、カウボーイ、刑務所、仕事、船乗り、牛追い、そして踊りを歌った、フォークソングなど、幅広い題材をカバーした。彼はまた、フランクリン・ルーズベルト大統領、アドルフ・ヒトラー、スコッツボロ・ボーイズ、億万長者のハワード・ヒューズなど、当時の時の人に関する曲も書いた。 レッドベリーは1888年1月23日に生まれた。レッドベリーの誕生の日付はずっと議論の的になっている。最も早い年は1885年と言われ、他のソースでは1888年か1889年のどちらかとも言われ、1900年の人口調査によると、ハディはテキサス州ハリソン郡、第二半時管区のウエストサリー。 ブラウン・レッドベリーの二人の子供のうちの一人となっている。ウェズリーとサリーは1888年2月26日に法律上結婚し、すぐ後にレッドベリーが誕生し、さらに数年間彼らは夫婦として共に暮らした。1900年の人口調査は通常の国勢調査に記載されている誕生の年月どころか年齢とも異なっており、 ハディレッドベターの誕生年を1888年とし、誕生月を1月としている。ハディの年齢は12歳と記されている。1910年と1930年の人口調査も誕生年として1888年としている。彼の誕生の日付もまた議論されている。最も一般的な日付は1月20日とされているが、他のソースは1月21日。 または29日に生まれたと示唆している。レッドベター彼自身に関する唯一の書類は、彼の第二次世界大戦の徴兵登録で、そこには1889年1月23日と記述されている。レッドベリーは、ウェズリーとサリー・レッドベター夫妻の下で、ハディ・ウィリアム・レッドベターとして、ルイジアナ州、ムアリングズ・ポート、モリングスポート近くのプランテーションで生まれた。 しかし家族は彼が五歳の時にテキサス州リーへ引っ越した。1903年までにレッドベリーはすでに多少名の知れたシンガーでギタリストであった。彼はルイジアナ州シュリーブポート近郊の街の悪名高い赤線地区セントポールズボトムの聴衆の前で演奏した。レッドベリーはボトムのサロンの列売春宿ダンスホールのあるシュリーブポートのファニン通りで 様々な音楽を人前でパフォーマンスをして、やがて独自のスタイルを追求し始めた。1910年の人口調査の時点で公式には、まだ、ハディと記録されていた、レッドベリーは、彼の両親の隣に、最初の妻のアレされてヘンダーソンと共に住んでいた。人口調査時点で彼女は17歳であり、したがって1908年の彼らの結婚の時点では15歳であった。 彼のおじから受け取った彼の最初の楽器、アコーディオンもそこに貼った。二十代前半までに彼は少なくとも二人の子供の父となった後にギタリストとして時折労務者として生きるために家を出た。1917年にはブラインドレモンジェファーソンと出会うなどブルースの訓当を受けながら楽曲制作を続けた。レッドベリーの高慢な成功と 時々の揉め事をよく好むことは、しばしば彼を法に触れる問題に巻き込んだ。1918年1月、彼の親戚の一人、ウィルスタ報道を喧嘩で殺害した後、二回目の刑務所での服役を受けた。彼はテキサス州、シュガーランドで投獄され、そこで彼の曲、ミッドナイトスペシャルのインスピレーションを受けた。彼の釈放を懇願するために書いた曲が、パット・モリス・ネフ、 パッド・モリス・ネフ知事の好みにあったため、35年の刑罰から2年で釈放されたと言われている。レッドベリーは彼の強い宗教的な価値観をアピールすることでネフ知事を揺るがせた。刑務所内での良い振る舞いと組み合わせて釈放された。1930年、レッドベリーは殺人未遂罪で刑務所に戻ってきて、この時はルイジアナに収監された。ここで3年後、 彼は音楽学者のジョンとアランのロマックス親子に発見された。彼らはレッドベリーの才能、情熱、演奏者としての得意性に魅了され、彼の曲を議会図書館用にポータブルレコーダーで数百曲録音した。その翌年、ロマックス親子がルイジアナ州知事のオーケー・アレン、オスカー・ケイ・アレンに早期釈放を陳情し、レッドベリーはもう一度放免された。レッドベターは 刑務所にいる時に初めて彼の有名なあだ名、レッドベリーを彼のラストネームと彼の体のタフさをもじって仲間の囚人につけられた。例えば、彼の2回目のケーキの間、囚人の1人が彼の首を突き刺そうとした時、彼に傷跡を残した、彼はナイフを奪い返して順番に襲った者を殺そうとした。彼はこのあだ名をレコーディングの時に匿名として用いて、 それ以降名前が定着した。ロマックス親子に借りを作り、レッドベリーはアラン・ロマックスの世話になって1934年後半にニューヨークシティへ共に移住し、そこで名声を得たが、富は得られなかった。1935年、彼はマーサ・プロミスと結婚し、アークレコーズで録音を始めた。しかし、これらのレコードで商業上の成功はあまり得られなかった。 セールスが不十分だった理由の一部として、アークレコーズは、彼がよく知っているフォークよりも、ブルースを録音した方が良いと主張したことによる。1939年、彼は脅迫の罪名により再び刑務所に服役した。1940年の釈放後、レッドベリーは、ブームとなっていたニューヨークのフォークシーンに戻り、ウディガスリーや若いピート・シーガーたちの助けとなった。RCA。 議会図書館、そしてムーアッシュで5年間録音した後、1944年、彼はカリフォルニアへ向かい、キャピトルレコーズで力強いセッションを録音した。1949年、彼は最初の欧州ツアーを始めるが、それが終了する前に病気になり、スジー縮性即作硬化症と診断された。レッドベリーはその年のうちにニューヨークシティで死去し、 ルイジアナ州華道軍ブランチャードの8マイル西にあるムアリングスポートの白バプテスト教会墓地に埋葬された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。